日本兵庫県伊丹市、岩屋岩屋は、兵庫県伊丹市の地名。現行の行政地名は住居表示実施済み区域の岩屋1丁目から岩屋2丁目と、住居表示未実施の大和技岩屋がある。2011年10月1日現在の人口は224人。郵便番号664-0843。伊丹市南東部。北を、森本、北東を、小坂田、東を、 大阪府豊中市、原田西町、南東の一点を、天川崎市市移動、南から、西の広い範囲を、天川崎一田のと接する。住居表示未実施の大技岩屋の下には、稲川北岸の狐とその西の鶴田、岩屋一丁目と、小坂殿に挟まれた下岩祝い、その北西で森本七丁目に囲まれた飛び地の三単町の四つの小技がある。いずれも人口は0人。 域内の大部分は工場や倉庫、公園敷地が占めており、定住人口は少ない。全域が、伊丹市立上密小学校及び北中学校の校区に属する、園田競馬場付近の空中写真稲川の北岸一帯が岩屋、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成旧川辺郡上密村の大技。江戸時代には、 岩屋村とも書かれ、紅葉の名所として、説明書図へに紹介されている。1947年に、上津村が、伊丹市へ編入された後、1964年に、大阪国際空港の拡張工事で東部の土地で、用地収容が行われ、住民が西部へ、集団移転する。2004年、大和在屋の大半で、住居表示を実施し、岩屋一から二丁目の町庭を、 設定した。1814年頃に書かれた気候文岩屋村紅葉気候ではかつて当地に岩屋が存在したことを由来とする説を紹介しているが、疑義も呈されている。域内に鉄道及び国道、県道は通っていない。伊丹市バスでは20-23系統が阪急伊丹駅及び JR 伊丹駅との環状運転を行っており、域内に岩屋。 岩屋東などの停留所を設置しているほか、豊中市のクリーンランド前停留所も利用圏内に含まれる。いずれも他保圏内の近隣施設。ありがとうございます。